集長の原口と映画への副編集長ジョーヨンがお送りします。この番組はエンタメ中心の男性向け映画媒体映画野郎の YouTube 版としてお送りしております。ぜひチャンネル登録をお願いします。では早速ですが、ね、はい、今回取り上げる映画野郎編集部の激推し新作映画は何でしょうか。はい、アレクサンダー・スカンスガルド出演の戦場のクライムサスペンス映画キルチームです。2010年にアフガニスタンで起きたアメリカ軍兵士による民間人を殺害した実話をベースにした戦場の社会派サスペンスですね。今回はこの映画を2人で、レビューしていきたいと思います。はい、それでは簡単なストーリーを。アメリカ軍の新兵アンドリューはアフガニスタンで携帯電話で作動する爆弾に関わる捜査チームで、地元民を取り調べする。ある日上官が地雷を踏み爆死してしまい、代わりに中東の戦争で経験が豊富なディークス二等軍曹が派遣され、アンドリューたちの、新しい上官になる。がディークス軍曹は過去の経験や治安維持のためといい、証拠もない民間人を殺害し、新兵のアンドリューの心は揺れ動くと、こんな感じですね。これ公開規模も小さいし、軍人ものでもあるし、またキャストもアレクサンダー・スカルスガルドくらいしか知名度のある人もいないから、まあ、スルーしてる人も多いかもしれないですが、面白かったですこれ、アレクサンダー・スカルスガルドって言っても顔が思い浮かばない人も多いかもしれないですが、アレクサンダー・スカルスガルドというとアクション映画ターザン・リボンのターザン役が一番のメジャー作品になるかな、それかね、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズのビル・ターナー役やマイティー・ソーシリーズの天文学者のエリック役を演じたステラン・スカルスガルドの息子って言った方が伝わるかな。これどっちも微妙だよ。だいたい弟2人、グスタフ・スカルスガルドとビル・スカルスガルドも俳優やってるから、スカルスガルド姓がまたややこしいんだよね。でね、そこもちゃんと調べているんですけど、次男のグスタフは目立つところではノルウェー映画コンティキに出たぐらいですけど、三男のビルは、スウェーデン映画シンプルシモンの主演だったり、シャーリーズ・セロン主演 の, アクション映画アトミック・ブロンドでシャーリーズ・セロンの助手役だったり、あとリメイクされたイットシリーズでペニー・ワイズ役だったり、意外にも名バイブレーヤーなんですね。スカルスガルド一族の情報はどうなの。まあ、まずこの映画ってタイプ的にはジェイク・ギレンホール主演の戦争映画、はい、ジャーヘッドを連想するような、基本的に何も起こらない戦場の、ね、日常で展開して、まあ、途中までというか、最後まで絵的には地味な映画ではあるんだけどね、アンドリューっていう新米兵士の主人公が、中盤から上官の命令のもと、アフガニスタンの民間人に対してどう振る舞うのかの悩みを見せつつ、唐突な衝撃シーンや意外な展開、結末を迎えるから、終わってみたら不謹慎ながら、ね、ずしりとくる面白さがあったね。今ジャーヘッドが上がりましたが、戦場で起こったヤバい事案によるクライムサスペンスとしてはトミー・リー・ジョーンズ主演映画告発の時やケン・ローチ監督作品ルート・アイリッシュが近かったですかね。固有名詞が多く上がったけど、内容としては中東アフガニスタンの軍事基地の最前線が舞台になってるんだけど、まあ、敵との銃撃バトルとか爆破とかの、ね、派手なドンパチがあるわけではない映画でね、そういう戦争アクションみたいな派手さを期待しちゃいけない映画なの、まあ、そこはまず覚悟しましょう。まあ湾岸戦争以降はそういう描写が少ないから、まあ仕方ないですよね。そういう部分じゃない、軍隊という組織に属して、任務についている日常の中でに主人公の身に何が起こっていたのか、主人公にどんな葛藤があったのかをスリリングに見せてくれる映画なんだよね、まあ、犯罪映画目線、さらに、社会派目線で見るのが面白い。先ほど、告発の時ルート・エリッシュの2作は、主人公が当事者の父親だったり友人で、その目線からの真相暴きだけど、キルチームは当事者本人の目線だから、何が起こったかという部分をバッチリ見せ、なおかつその前段階やチームの状況雰囲気を見せ、クライムサスペンスのハラハラドキドキもストレートに伝わりましたね。ネタバレになるから主人公に何かが起こったくらいしか言えないんだけど、実話が元になっているので、見終わった後もなかなか考えさせられる内容でね。そうだ、そういえばですね、当事者目線での戦場クライムサスペンスとしてはブライアン・デ・パルマ監督作品リダクテッド真実の歌詞とか、キャスリン・ビグロー監督作品でアカデミー賞の作品賞作品、ハートロッカー、
さらにはイスラエル映画の、運命は踊るもあったけど、あの前半の地味さと後半のヤバさという点ではディダクテッドが一番近いけど、それよりかはタイトル通りチームの上官と同僚の内情のドラマを描いたかな。またタイトルのオーラですか。戦場で起こっている知られざる真実を描くっていう、まあ、社会派の、ね、戦争映画過去にいくつもあるけど、うん、その中でもかなりピンポイントな狭い部分を鋭く えぐっている作品ではあるかな、うん、中盤以降起こるやばいことの前段階としてチームの内情のドラマがしっかりと描かれてましたね、うん、まず主人公のアンドリューは父親も海軍の軍人でいわゆる軍人化で内勤から現地での勤務に転勤してきた新兵で仕事熱心で来ました。で他にあの6、7人ぐらい同僚がいるけど隠れてタイマーを吸ったりやんちゃな連中なので真面目っ子のアンドリューはちょっと浮いた存在なんですよね。これを見ている人はみんなあの戦場に行ったことがないだろうから、うんうんうん、やっぱり戦地にいきなり入ってまだ右左も分からないアンドリューに感情移入することになるよね、うんうん、そしてこのアンドリューの成長ドラマ的な流れが序盤の見どころになるかな、うん、これに新たにチームに派遣されたディークス軍曹はこれまでもイラクやアフガンでの経験から部下からも一目置かれる上官で上官の命令は絶対だと厳しさを出しながらも休みの日に部下たちにステーキを焼いたりあと自分の部屋でパソコンのスカイプで幼い息子と話していたりあとあの部下とゲームをやったりどこか優しい面があるんですよね、うん、上下関係が絶対だという軍隊の中で、うん、ディークス軍曹って人間味を見せてくれて面白いキャラクターではあるよね、うん、そんな反面であの部下たちが隠れてタイマーを吸っているところを見つけても見逃しシーンなんかもまた微笑ましかったですよね、うん、部下にとっては気まずいシーンなんだけど、うん、まあ、日常の中でも、まあ、兵士たちが楽しくやっている部分の描き方も面白かった、うん、それとこの作品でもう一つのポイントになるのが CID であのアメリカ陸軍犯罪捜査支援部という戦場犯罪専門の警察みたいな組織で部下や部下の家族が上官がやばいことをやってるなどあの垂れ込むことで CID が捜査して何らかのこう措置を取るんだけど要はねこの家族にこうやばいことが起きてるということを話すかどうか葛藤がまた面白いと、うん、組織の中の不正を正すための内部告発の面白さが中盤からの肝になってくるんだけど、この組織にいる中での、ね、告発だから、うん、バレたらどうなるかという部分で悩むんだよね。DX の一件の前に大麻の件での CID への垂れ込みの時にアンドリューが DX や他の同僚が垂れ込んだやつへの制裁をこう 見たことで垂れ込むか垂れ込まないかまた DX をヤバい命令に従うかどうかという葛藤にもつながるかな。どっちかというとバイオレンスは少ない映画だけど、まあ、主人公の、ね、心理的な葛藤をメインに描いているから緊張感はずっと続く映画ではあるかな。こうして見ると真面目っことやんちゃなやつらやばい面ではですけど優しい面がある上官とかやばいことを CID にチクるチクらないとかまるで学園ドラマの教室の風景のようなノリがアフガニスタンの戦場で繰り広げられてますよね。大麻だってタバコに置き換えれば学園ドラマの不良の一風景だしね。まあ確かにこのチクリ野郎リンチしてやる的な展開はね、うん、あの不良たちの学園ドラマと同じような感じではあるね、うんキャストは、まあ、若者がメインでもあるし、学園ものが好きな人ならスッと入っていけそうな感じはあるかな、うんうん、ただこういう組織の中の不正について、まあ、内部告発しようかどうしようか悩むのって、はい学校だけではなく、うん会社とか、まあ、バイト先とかでも起こり得ることで、うん身近な問題でもあるよね、うんそれがこの映画の場合、舞台がアフガンの戦場だから、うん人の生き死にに関わるっていう部分が特殊で、悩みのレベルも強烈なんだよね、うん、確かに学校だけでなく会社なんかでも昨今はコンプライアンスが進んで上司のパワハラやモラハラがあったらここに電話してねみたいなシステムがありますからそこは日本もアメリカももっと言えば戦場も変わらないんですよね、うん結局アンドリューはこの組織の中でダークサイドに落ちていくか、まあ、自分だけは違うと拒絶するのかの二択に悩むわけだけど、自分がこの立場だったら正義をどこまで貫けるのかっていうことを考えさせられる映画になっていると思うよ、
この映画の面白さってやっぱりそこだよね、あの正義を貫くのって意外と簡単じゃないっていうか、うん、まあ、映画になるだけある興味深いテーマを扱ってるというか、うんうん、そこの揺れ動く気持ちですよね。でしかもネタバレにはできないので詳しくは言いませんけど、結果としては面白い方向に転がりましたね。アンドリューの決断というか行動って意外と一筋縄ではいかなくてね、まあ、詳しくは本編を見てほしいけど、日本人って集団の中での同調圧力に弱いから、アンドリューの立場になったらすごく悩む人多そうだけどね。ディークス役のアレクサンダー・スカルズガード以外だと、主人公のアンドリューを演じたナットウルフがきっと星のせいじゃないの主要キャストらしいんだけど、そのきっと星のせいじゃないとか、こう明らかにこう読めれないものっぽかったから見てなくて、今回初めて見たあのナットウルフを見たけど、確かに順調な真面目っ子ぶりが前面に出ていて的確でしたよね。まあ、ナットウルフってまだ無名の若手だけど、まあ、セリフの少ない中での、顔で怒りを表現するような部分とか、まあ、見てて感情移入させる演技が良かったね、うん、あとアンドリューの親子関係というか親子愛を描いている部分もグッとくる人もいるんじゃないかな。あと監督のダン・クロースだけど、ドキュメンタリー制作の出身で、あの監督としては終末期医療にスポットを当てた短編ドキュメンタリー映画最後の祈りを作っているのと、あと経済学者のドキュメンタリー映画みんなのための資本論で撮影を担当というぐらいで、長編作品としては監督脚本デビュー作だけど、中盤以降の衝撃のシーンに毎段階の詰めを丁寧にやったオーソドックスだからいい脚本ですよね。もっとも実話ベースだから脚本というより題材の良さというか目の付けどころが良かった とも取れますけどね。これ全米ではあの A24 っていう、あの去年の話題作のミッドサマーとか、あのアカデミー賞作品賞のムーンライトとかでおなじみ あの日本でも急速にファンを拡大している配給会社が配給したというのがまた売りだったりするけど、まあ、このクオリティの高さならば納得するところはあるよね。 A24 って他にもヨルゴス・ラティモス監督作品聖なる鹿殺し、キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディアやアンドリュー・バーフィールド主演映画アンダー・ザ・シルバー・レイクなど割と尖った作品 の配給や制作を手掛けているから、今後も要注目の配給制作会社ですよね。ということでキムチームですが、ヒューマン・ストラスト・シネマ渋谷をヘッドガンにただいま絶賛公開中です。以上、映画野郎チャンネルの高評価とチャンネル登録を